どうも皆さんこんにちはチャックバスです。えー、本日はですね、えー、ダイナースクレジットカードの、えー、キャンペーンとね、えー、ポイントサイトの案件をね、えー、紹介していきたいと思います。えー、このダイナース、えー、クレジットカードなんですけども、まあ、先日ね、えー、3月のまとめ ANA マイルね入会キャンペーンまとめでね紹介した ANA ダイナースとは別のこちら、ダイナースクレジットカードですね、こちら ANA カードではなく普通のダイナースカードなんですけども、まあ、こちらもね、 今、現時点で、ね、キャンペーンをやっていて、前回ね動画で一回解説出してるんですけども、ポイントサイトの、ね、案件がまたかなり上がりましたんでね、今回ね紹介していきたいと思いますで。まずね、このダイナースクレジットカードなんですけども、年会費が初年度から2万2000円かかりますで。基本はね、ポイント100円で1ポイントが貯まるクレジットカードというふうになっております。でね えー、ポイントに、ね、有効期限はなくてですねポイントをね n a マイルに交換する場合移行手数料がね6000円かかってしまうんですよね、まあ、これがちょっと痛い部分なんで、あのー、年会費が2万2000円して、まあ、さらに、ね、ANA マイルに交換する場合は、えー、さらに6000円がかかってしまうんで、まあ、合計で2万8000円かかってしまうっていう感じなんですよね 移行できるね、マイルは、まあ、ANA マイルを含めて、デルタ、ユナイテッド、ダイカン、アリタリアっていう感じでね、あの、交換はできるんですけども、ANA マイル以外はですね、えー、ポイントが半分になってしまいますんで、まあ基本 ANA をね、 えー、以外で交換するというのはね選択肢にないのかなっていう感じですね。で、このダイナース、えー、クレジットカードですね、エグゼクティブダイニングっていうのがついておりまして、まあ、こちらね、プラチナカードとか結構ついている特典で、まあ、2名でレストランのねコースを予約すると、まあ、2名でね、 予約して、まあ、1名分無料になりますみたいなね、こんなサービスも付帯しておりますし、えー、空港のラウンジもね、このダイナースクレジットカードはね、結構強くてですね、あの、プライティパスがね、使えるようなところは、まあ、大体使えるところはね、多い印象なんですよね。空港のラウンジ、まあ、普通のね、クレジットカードラウンジもも,もちろん入れるんですけども、まあ、それ以外のね、ラウンジも、まあ、結構ね、入れるクレジットカードっていう風になっております。ちょっとね、あのー、 対象のねラウンジはかなり数が多いので公式サイトね URL 貼っておきますので、もしねあのここで利用してみたいみたいなねっていうのがあるのであればちょっとね行き先を調べていただけたらなと思います。でこちらのクレジットカードには手荷物宅配がね帰国時のみ無料で1個羽田、成田、関空、中部から利用することができます。 でね、こちらね、ダイナースって、えー、結構ね、使えないところが多いんですよね。まあ日本だとね、そこまでね、使えない印象はあんまりないんですけども、まあ海外だとね、結構使えないところが多かったりして、昨年の7月からですね、コンパニオンカードっていうのが発行されるようになったんですよね。まあこちらね、あのダイナースなんですけども、ブランドはマスターカードなんですよね。まあこちらね、 基本ポイント還元率はちょっと下がるんですけどもマ、まあ、スターカードのブランドっていうことでね、まあ、どこでも利用できるっていう感じなんですよね。まあこれはまあサブカードみたいなね、まあ、そんな感じでね覚えといていただけたらなっていう感じです。 次ですねこちら今やっているキャンペーンなんですけども今このキャンペーンはですねもう始まっておりまして3月31日申し込み分までですねこのダイナースカードを発行して3ヶ月間ですねポイントが10倍になるキャンペーンがやってるんですよねでこちら上限利用額はまあ50万円までっていうふうになっておりますんでまあ入会して え3ヶ月以内にね、50万円利用すると、えー、5万ポイントがね、もらえるっていうキャンペーンなんですよね。えー、しかもそれがそのまま、まあ移行手数料6000はかかってしまうんですけども、そのままね、5万マイルに交換できるっていう感じなんですよね。これかなりすごいですよね。うん。 でこの,、えーこのね、ポイントの打ち上げなんですけども本来は100円で1ポイント、えー、プラス特別ポイントで、えー、100円に対して、ね、9ポイントたまるっていう感じで100円で10ポイントがたまってそのまま10ポイントが、ね、10マイルになるっていう計算ですねでこちらは、ね、あのポイントの付与時期なんですけども届いた、ね、クレジットカードに、まあ、記載がありますよね有効期限っていうのはそちらによってね 違うみたいで今ね3月に入会すると、えー、5月末っていうふうになってましてまあちょっとこれはねあの実際にクレジットカードを発行してから、えー、この有効期限をね、えー、見てからちょっと公式サイトでねあの参考にしていただけたらなと思います。 で次に、ですね、このダイナースカードのえポイントの効果、ね、と注意事項がありましてダイナースはですね、年間4万ポイントしか移行できないんですよね、ANA マイルに上限が4万ポイントっていうのがありましてそれの切り替え時期が12月20日なんですよねですのであの今回、このキャンペーンでもらえるダイナースからのマイルは全部で5万マイルですよね、上限超えちゃうんですよ。 でですので手順としては5万ポイントが手に入りましたら12月20日までに4万ポイントを交換するで12月21日になったらさらに1万ポイントを、ね、交換するようにしてくださいね、えー、仮に12月20日までにです、ね、あの4万ポイント交換しないとです、ね、12月21日以降に5万ポイント交換できないので。 1> 1年またいじゃいゃすよねですので、年会費がまたかかってしまうんですよね。ですので、あのこのこポイントのねあの1年の区切りである12月20日までに1回12月21日以降に1回ね交換するようにねしてくださいね、この点だけはね特に注意していただけたらなと思います。 最後にですね、今このダイナースカードはですねポイントサイトハピタスで2万2000円分のね案件として出ております。こちらのダイナースクレジットカードは年会費が2万2000円。 で、ポイントサイトからもらえるのも22000円なんですよね。ですけども、ちょっとこの22000円っていう年会費は税抜き価格になってまして、こちら税込みだと24200円っていうふうになりますんで、まあ、ポイントサイトがね、22000円分もらえますんで、まあ、実際は2200円の年会費の支払い、プラス、 えー、ポイントをね ANA マイルに交換する場合に移行手数料がかかるっていうお話をさせていただきましたよねですので、えー、プラスね6000円がかかるっていうふうになりますそれでもですねこれかなり大きいですよねえー、ハピタスのポイントサイトから2 2000分のポイントで、えー、ダイナースのキャンペーンでね5万ポイントが、えー、もらえるっていうことになりまして、えー、こちらね合計のマイル数にすると 6万 6, マイルになるんですよねいやこれかなりでかいですよね利用額もね、まあ、50万円利用しなきゃいけないんですけども、まあ、一撃でねこのマイルがね手に入るっていうのでねこの先日出させていただいたね ANA マイル入会キャンペーンのねまとめと一緒に、まあ、こちらもね検討材料の一つにしていただけたらなと思います。 いかがだったでしょうか今回はですね、ダイナースクレジットカードの入会キャンペーンを、ね、紹介させていただきました。あのこちらの,、ね、あのダイナースクレジットカードですね、先日紹介した ANA のダイナースクレジットカードのキャンペーンを利用している方も 併用して利用できるキャンペーンですので、もしね、ANA ダイナス s、えー、持ってて、このダイナースのね、キャンペーンも狙っていきたいという方はね、えー、ぜひこの機会ね、発行してみてはいかがでしょうか。えー、今回の動画はね、えー、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけととても嬉しいです、えー。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。